どうもー、鳥の爪ダンソートです。今回も家具や物に変身して殺人鬼から逃げるマルチホラーゲームプロプライトをやっていきましょう。いつも高評価やコメントありがとうございます。めちゃめちゃ励みになってます。さて今回なんですけども、以前動画でも紹介したリボンアップデートについての続報が公開されましたので、そちらについてご紹介をしていこうかなと思います。まずリボンアップデートっていうものについて改めてちょっとおさらいをしておきますと、グラフィックの向上がされるっていうお話でしたね。でさらに以前より恐怖に焦点を当てた表現になるっていうこともお伝えしました。で今回ですね、公式から映像が新たに公開されたんですけども、まずはそちらを一緒に見ていきましょう。このファームよ、まさかの夜マップ、結構暗いテイストになってますよね。ドラム缶とかもすごく錆びついていて、でそしてこの不気味な BGM、 まさにホラーゲームって感じ。デッドバイデイライトとかでもありそうなマップですよね。とまあこんな感じで短い映像だけが公開されてるんですけども、だいぶ雰囲気変わりましたよね。でさらに1枚画像も、出てます。そちらもご覧ください。干し草のプロップがリアルなテイストに変更されてますよね。これ皆さんどう感じましたでしょうか。確かにグラフィック的には綺麗になっていそうですし、この暗い夜のマップでキラーから追いかけられたりしたらかなり怖そうですよね。楽しそうではあるんだけども、個人的にはですね、綺麗かどうかとかよりも、これキラー側見つけらんなくねっていう印象がとてつもなく強いです。正直不安しかありません。なんならビレッジっていうマップありますよね。あちらの外観って前は青紫色系統のちょっと暗めのマップだったんですけども、アップデートで曇天なんだけど昼間のこうちょっと緑っぽいテイストに変更がされましたよね。あれって個人的にあの視認性の向上のためにしたアップデートだと思ってたんですよ。真逆言ってないっていうまあ夜のマップになることで確かにかくれんぼ感っていうものは強まるのかもしれないんですけども、まあ、現状のバランスのままだと、わーキラー来たぞー、それみんなスタンダーバーン、わー逃げろーっつってチリジリになってそのまんま発見できない、こんなパターンめちゃめちゃ増えそうだと思いませんか。こう本当に大丈夫なのかなっていう気持ちなんですけども、プロップライトの良さでもあったポップさが結構こう思ってたよりもがっつりそぎ落としていきそうだなっていう感じがしました。なんならデッドバイデイライトでよくねっていう風にユーザーが結局結論を出してしまって離れていってしまいそうなのもなんか怖いポイントです。ゲーム性は明るいんだけどマップだけ暗いやつみたいな、ジャルジャルのコントかい。なんならこの未来の方が個人的には恐怖度高いですもうこれが恐怖演出。でもこれ実際どうなんだろうな。リアルにプレイしてる人の反応っていうのももっと聞いてみたいですね。もしよかったらプロップライト実際にプレイしてる方はですね、今後どうなりそうだとかっていう考えとか感想とかあったらコメント欄で聞かせてください。いやーこれなんか舵一気に切りすぎな気がするんですよね。でこれでねバランス調整がいい具合になればいいんだけども、そのグラフィックの向上と同時にそのゲームのバランス調整両方をやってくってそんな簡単なことじゃないと思うんですよ。場合によってはこのアップデートでリボン蘇るどころか致命傷になるデスアップデートになる可能性すらあると思ってるので、めちゃめちゃ怖いなっていうのが本音ですね。マジで頑張ってくれプロップライト。まあ、とりあえずね今後のアップデートどんなものが来ようと遊んでみたいなとは思ってるんですけども、一度そういうので離れてしまったユーザーが戻ってくるのってやっぱ大変なことだと思うんで、まあ、過度に期待すると怖いんで期待2割くらいな感じでね、構えておこうかなと思います。ということでですね、今回はそんな大型アップデートも控えたプロップライトをキラー側で遊んでいきたいと思います。レッツかくれんぼ取り詰め。さあということでマップの方はキャンプやっていきましょう。いやなんかこのゲームさ、ずっとマッチングが結構問題抱えてて、キラーで検索かけてんのにサバイバーになっちゃったり、逆にサバイバーで検索かけてんのにキラーになっちゃったりっていう、なんかその時間によって変えようとしてるみたいなんだけど、そのなんて言うだろう、部屋がさ ずっと時間経っちゃうといつまでもマッチングしないとかってなっちゃうから、その問題対策でそういうどっちもなんか時間によってはマッチングするよみたいなの仕様になってるっぽいんですけど、なんかかえってそれが良くない気がするんだよな。なんか変にやりたい方がやれなくて、ずっと検索してるみたいなこと結構あるんですよね。黄色いチキンちゃんかなんかが多分移動してたように見えたけど、どっち行ったか分かんねえな。
開幕そこで2人いたから出会えたら大きいかなって気はするんで、一旦そっちが行こうかな。ああクリスなんかめちゃめちゃ、ああそうだよね明らかにスタンとかを狙いに来る動きしてたもんな。ここ強いんだよな、強ポジぐるぐるされると嫌なんで、まあ、とりあえずドア壊しといて、まあでも壊せただけでもいいかな。まあ The killer's chasing me. いいかな、あそこぐるぐるされると嫌だから。最初出会った2人、ケイトともう1人の方がちょっとチャンスの可能性あるかな。まだ倒せる気がする。変身はしないか、赤入れようか、ドライブ入れちゃおう。車がとりあえず上に行ってそっち側、はいはいはい、あー走ってますね。あスタミナ使ってくれるのありがたいな。んこの辺 いる感じもするけどね。なんか今ボトルになった系の音がしたんだよな。でもワンちゃんいそうなもんだけどね。いやわからんな、外に行ったのかもしれないね。でここは多分クリスとかメイブルが担当してるあたりとか、うーんそっち側は全然進んでないと。あーメイブルのね、あの子でもなんか強ポジ理解してる感じあるよなきっと。あーうまいな、とっさに逃げるのがうまいな。全然音もない感じだから、もしかしたら近くに、あーいるそうだよな、オッケーオッケー、ちょっと戻ってきた感じだったのかな。クリススタン来そうで怖いな。一旦そっち側座らせていきます。よしでバス側の方かな、あっち側が直ったか、いや奥だな、さらに1個奥の方か。ってことは買い物しに来るなら、あーそれクリスかな。一旦まず入れますか、殴っていく、スタン狙い来るんじゃないこの子ね。あー来ないか、いやー入らないのそれ。パンシーなんかリーチ短いよね。まあまあまあスタン食らうけど一発入れる。あーケイトだね、ということはそっちが逃げてくれるのはマジで助かる。で上にタイヤもいたと、まだ叫べないんだよな。はいはいはい助けた、これケイト落とせるな、倒そう倒そう、はい、OKOK で多分上のタイヤのやつはもうちょっと安全に救出したかったと思うんだよ、多分あれクリスあたりで。でもなんか作戦失敗というか、ああケイト行っちゃったならまあ仕方ないかっていうことだと思うんですよね。でメイブル助けられたばっかりだから、まあ無敵時間もあったしケイト狙ったっていうところではあるんだけども、さあバスのところでボーンと鳴らしてるのはあれは意図的なのかどうなのか分かんないね。修理してますね。でもね、あーもうちょっとで完成だからちょっとそのまま行っちゃいたいっていうとこかもしれないね。これワンチャンスタン狙っていきそう、クリスぐらいだったら。あータイヤだね。で奥に逃げて様子見てる感じかな。そこの家も今直してるっぽいから一旦破壊入れますか。あー助けていく、あーはいはいはい、いいよいいよ。おっとここ叫んで当たってはいるけどどっちだ、わからんね。うーんそこ行っか、はいはいはい、メイブルも手負いの状態、ウサギがやたら突っかかってるからこれケイトかな、焦ってる感じあるもんね。はいはい OK で本使ったんだけどもうまく使えなかったっていうところか。メイブルは巻き込まれた感じだったと思うんですよね。さあでこれで2回目1790円なんで、ここでささっとお買い物をハンマーかなしていこう。でここはしっかり呪い入れつつ、いや破壊できないのか、ハンマーで破壊したかったな。シオ行こうかな、シオもさっきちょこっと修理してたもんね。ここはしっかりハンマーで壊して、うーんででもまたバスのところか、救出はギリギリのタイミングで行くか。あおっと今行く、おい当たんないのそれ、危なっ、スタン狙い、オッケーオッケーオッケー、うわこれでかー、これでかー、パスのとこまで行きたい、誰も来んなよ誰も来んなよ、よしよしよし、あっちの奥修理してるみたいだからこれ間に合うよね。よし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 、このクリスマジで逃がさない方がいい、オッケーオッケー、あいつは3回目ケイト行けると思う、左側、オッケー、お金は取った、今取ったね、まだいるね。
その下のホットドッグじゃない？ああ、オッケー。ああ、クリス、助けられちゃったか。いやー、まあでもいいや、1人倒せたから労働力単純に落とせたって思えば、これで1人ダウンですね。よしよしよし。いやでもクリス1回ダウンでも取れてるとマジででかいぞ。あ助けられてなかったのか今。勘違い勘違いか。でそっち側のこの箱じゃない。ああ、しょ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 し、いいぞ。連続してダウン。逃げるタイミングがちょっと悪かったね。意外とメイブルの方が強敵になってくるか。さあ2回目。そっちはもう治ってて回ってない。となるとバスあたりはもう1回破壊入れられるかもしれない。つかかるぞ。ああ、なるほど。ケイトが助けていく。どう逃げたか普通に。ああなるほどね。マキが今左側の方動いてたのは見えたけど、この辺。ああ、オッケーオッケー。まあそうだよな、一回隠れるよな。よしよし、これでクリスダウンでしょ。でまだ残り 2個じゃねえや、3個発電機残ってるんで、いいぞいいぞ、かなりいい調子。相手の心を読んでいきたい。で1900円貯まってるから、購入もできるんだけど、ここで2人同時に出くわしていくか。なるほど、2人で修理か。まあでも頭いいね。うん、やっぱ修理速度上がってくるんで、2人で行動されると厄介だけど、もう1回これでチリジリにさせて、本かなこいつはね。バレてるぜお嬢ちゃんよ。でここにそのまんまささっと座らせて、まだ1回目かなこの人。そうね。でワンチャン近くでスタン狙い来てた可能性もあるんだけど、1回でもこれは買い物行こう。ハンマーはもう持ってるんで、普通にスピードブーツかな。もうここの2つが鉄板のアイテムすぎてね。さあで助けられていくんだけども、後ろにバックステップ踏みつつ、いやーうまいね。一発はでも入れられたな今のな。もったいない。そっち側青いタイヤ、ここで高速移動はできなくなる。ここまで来る。オッケーオッケー、一発入れられてればオッケーオッケー。あいつももうだんだん体力なくなってきてるから厳しいよねっていうところ。お金しっかり取って回復されそうだね。回復アイテムなんかもう買ってそうだもんね。今変身した音はしてたんだけど、近くいそうだけどな。ちょっとわからんね。この医療キットとか取りに来そうだけど。あ、買い物してる。椅子になって、で藁になる。青いタイヤ、これダメか。あー、ミスったところ一発スタン狙い来る。しっかり、いやでも見極めてますね相手のゲートもね。やっぱちゃんとその辺スタン狙いどうしようかってとこ考えてみたいだけども、1は分かってるぜ。当たるか、当たんないか。透明になってどこまで逃げたか。これはでも不変に深追いせず一回状況を整えていきましょう。中央結局直されると厄介なのには変わってないんで、壊してハンマーで、なおかつカース入れていく。そっち側もだいぶ回ってたのに完全に交代したね。ナイスナイス。1つや2つの発電機は犠牲にするぐらいの気持ちでチェックメイトに向かっていこう。あー、バスかなり回ってますね。これメイブルが回したのか、それとも最初の方で割と回ってたからそれの名残か、どっちなんだろう。周辺に隠れてる可能性もありそうだけどね、つい最近まで触れてたのであれば。意外となんかこういう茂みとかにねポロッと行ったりするんだけど、ちょっとわかんないな。このな、一回見失った後のね、どう見つけるかがやっぱキラーの課題になってくるよね。でこれがね、その夜マップになってくるとよりその見つけるのが難しいわけでしょ。ああ、またあそこ触れ始めてるね。で本当にこの、あ、修理してるなーで判断するしかなくなってくるっていうかさ、それどうなのって話でね。やっぱかくれんぼゲームだから、隠れてもちゃんと見つけられるような仕様であればいいんだけど。これはスタン狙いどのタイミングで来るか。いいよ。ああ、まあやっぱでも回復しますね。これは当たんない。くー、
まあ一回普通にそっちまた呪いとか入れに行きますかね。破壊も確か入れてなかったと思う。そのまま落ちちゃったはずだもんね。オッケー、ここは一回ちゃんと破壊を入れて、でその間ケイトどこ修理してたんだろうっていう話。医療キット持ってたんだとしてもまあね、結局消費してるのには変わらないんで。あそこだね、そこケイト回してるのかな。どうもーバンシーでーす。あー破壊優先しよう。あでもメイブルもいるらしいわ。ということはあーそのルービックキューブ怪しくない？違うか、まあいいんじゃない。買い物来てたとか、なんか近くいそうだけど、こっちの内側であれかな、叫べばよかったかな。ミスしたかもね。今は触れてないけど、とりあえず呪い入れよう。ちょっとまあでも減少はしてるからね。ああいるじゃんいるじゃん帰ってきたね。どうもーバンシーですよー。バンシーとかなんかさ、その恐怖演出が増したらより怖くなりそうだよね。今でも割と顔は怖い部類というかさね、存在感あるよねバンシーって。楽しみだな。グラフィックどれぐらい綺麗になるんだろうね、ほんとね。中央に呪い入れておこうかな。またでも戻ってきてそうだけどな、どうなんだろう。割と近くでうろうろしてたから。ああ来てないね。まあバスも直されると嫌なポジションではあるから、ああここもまた破壊入れとこうか。一回触れたわけだよね。あいた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 、どうもやっぱこの辺から一回回したいんだね。うん、この辺強ポジぐるぐるで来るか。いやでも素直に割と逃げていく。じゃあまずは一回叫んでスタン狙い回避。オッケー、でもうちょっと下がる。はいはいはい、でここで高速移動進める楽しいね、楽しくなってきたねゲイト。そこ回してるのお友達いるんじゃない、大丈夫。それ巻き込んじゃってるよゲイトちゃん。おかげさまで一発入れられます。でここ破壊しっかり入れて、さあさあさあ何度だって回復するがいい。お前らそろそろお金もなくなってくるんじゃないかい。腕をダラーンと下げた状態でこっちにやってくるがいいよ。さあで逃げたメイブルどうしたか。買い物来るならこの辺だけど、一回この辺で様子見てたりするんじゃないかな。どうなんだろうね。これは違うか。うん、一旦また戻ってみますか。あーいる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 、メイブルね、こんにちは。あー変な動き方してたな。なんかちょいちょいあるよね、あのスーって動けつあー今の当たってないのか一発。マジか。The killer's chasing me. これでもまたもそっち側行こうかな。墓今の入れられてないから、はいはいはい、これで残り時間がなくなっていくと。これやっぱ時間制限もね非常に大事なんでね、どっちかが今触れないといけないっていう状況なんだけども、ケイト触れてるかなさすがに。となるとこのメイブルやっぱ落とせるとでかい。叫んで、でここを倒す。でもう一人がじゃあどこ触ってんの。今行くからね、バンシーが行くからね。多分小屋だと思うんだけど、治るかな、どうかな。今そこでスキルチェックしたねマジだよ、こんにちははい、ということで、今日も京都テープロップライトやってきました。いやーでもやっぱキラーむずいな。最初の序盤で2人落とせたの今回の試合は大きかったかなって感じしますけども、いやー夜マップどうなんだろうね。皆さんの感想ぜひコメント欄で聞かせてくださいということで、今後の更新気になる方はぜひチャンネル登録して取りのつめ何に油断してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いしますということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。